ことないよね。これ多分私の家庭に限らず結構みんな出てこないと思うわ。手作りのメロンパンとラッシーもうどういうことって思うよね本当に。うん、そう思う私も。いやなんかさ、前もさピザパーティーって言われてさ、結構前、あピザパーティー嬉しいと思ってなんか出前頼むんかなと思ってさ、そのピザ屋さんのピザ頼むんかなと思って、あどこのピザみたいな聞いたら、え手作りだよみたいな、え手作りピザみたいな、何でも手作りしちゃう家族でおもろいんですよ。家にブランコがついてたりとかね。家にブランコがついてるってお庭にあるとかじゃなくて、なんか家のなんかリビングになんかブランコを取り付けられる、結構マジブランコなんですよ。え、そう。え、ちょっとさ、明日もしさあれまだあればさ、ちょっとさやりたい。え、もうないかもしれんね。すごいんだよね DIY 系家族なんだろうね。キャンプとか一緒にしたら超楽しそうじゃない？そう、一緒に夜ご飯の時おしゃべりしてて、一緒におしゃべりしててさ、いやなんか面白かった。なんかジブリみたいな家なんやジブリみたいな家です。なんかパパもジブリ味があるんですよね。ママもジブリ味ある。この家はジブリみたいな、すごいいいなと思いますよ。階段結構急なんですよね。いいなと思う。幼稚園からの友達なんよ。幼稚園からの友達で、もう幼稚園の頃とかその階段スーパーボール投げて遊んどったのだけ覚えとる。そう。でも今考えたら何が楽しいんかよう分からんけど。小さい頃はそれで遊んでました。いや覚えてないかもしれん。そう、お外で遊んどったらなんか斜め前のお家の人がさ、若くて元気な声が聞こえるねーってなんかご近所さん仲良しなのめっちゃ良くないですか？マジで一生いられるぐらい面白い。でも森下家も森下家もいいんですよ。森下家の思い出はすごい大雨が降ってる中でご近所の女の子とお兄ちゃんとなんか友達で多分この辺に住んでる
お友達でみんなで雨に当たるっていう雨に当たってびしゃびしゃになるっていう、わざ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 びしゃびしゃになるっていうのやってました。怒られたんかなあれどうだやろうね、どうでしょう。もうほんと豪雨みたいな、めっちゃ豪雨みたいな日で、なんかそんな日は絶対家からさ出ないようにするじゃんそうで、だけども遊ぼうぜみたいな謎の、もう覚悟を決めた時あるやん、もう今日はもう濡れてしまおうみたいな日、もうそう、もう傘も持たずにただただびしゃびしゃになるっていうだけの遊びめっちゃエコよな、自然で遊ぶっていう。絶対風邪ひくやんな、そんなことしたらね。怒られたんじゃない、もしかしたら超面白い。いや全然面白くないけど、めっちゃ寒いやろそんなんって思うけどね。多分ちょうどこのぐらいの時期じゃない、梅雨とかだと思うよ多分。そう、楽しかった記憶はありますね。うん、うん、私が今日一人でさ、お友達の家でさご飯食べてきたもんやけさ、パパが一人でご飯食べる羽目になってさ、寂しいかなって思ってさ、ソファーでゴローンってしたらちょっとだけ寝とった。えでも本当に5分ぐらい寝た。あ、あ寝とったーって思って。寝るなよ寝るなよって言われて、大丈夫寝ないよって言って。言って寝とった。びっくりや仰天やろおきろって言われて、わあ起きた、現実世界に帰ってきた。大人の俺が言っちゃいけないことにしちゃうから、説教するとぶっちゃけ好きな世界に向けて向きしちゃうでもってさらす向きかなりすれすれでビビンじゃん、これはこれで残念じゃん。そもそもそれって君次第ですし、その後なんか俺興味ないわけ。
最近 TikTok が流行ってる。みんな TikTok 見てますか？スタジオが TikTok やってきっかけで TikTok 見始めましたって人多いかもしれないけど、最新の TikTok を見ておくと流行に乗れて便利ですよ。やっぱ今のね流行りとなるものはね、基本的に全部 TikTok から来てる気がするんだよね。そうだから、なんか流行りは TikTok から情報を仕入れてるとモテますね。え、それ知ってるのってなる。私はね、ファンの人がねこのキュンってやつをねやってるの見ると感動するもん。まあ「キュンです」はもう古いんだけど、古いっていうかだいぶ前の話なんだけど、なんかファンの人がそういう流行を取り入れてるとか見ると感動する。今流行ってるのはこれよ、ギャルピース。このこうやって出すのがギャルピースです。まあ、できれば腕を伸ばした方がいい。これ流行ってるらしいよ。流行ってるらしい。前まではなんかこういうのが流行ってた。ギャルピース、まあピース、裏ピースをこのままこうやって前に持ってきたみたいな、これが最近流行ってる。ギャル超かわいい。まあでもこれもちょっと前によく流れた。まだ流れてると思う。まだいける。まだいけますよ。ギャルはおるよ、結構ギャルはおりますよ、まだまだ。まあ、あのガングロギャルさんはあんまおらんけどね。やっぱ金髪くるくるみたいな、全然ギャルって縛りで言ったら結構おる。ルーズソックスなんか今めっちゃ流行ってるよ。またなんか回って流行ってる今はね。履いてる人全然いますよ、よく。結構周り見てたらいるんじゃない。まあ東京とかだともっといると思うけど、ルーズソックスはねまたね流行り始めてる。流行り始めてたちょっと前に。やっぱこう時代って繰り返すっていうじゃん、こう流行ったものが。そうだからルーズソックスも流行ってるみたいよ、またギャルさんとかの間では。私は履きませんけどもね。私は履かんけどね。あ、でもいたいた、学校にもルーズソックス履いてる人。
私だってギャルっぽくないじゃん。ギャルっぽくないやろ。逆に何ソックス？ああ私はねスニーカーソックスが好きやね。めっちゃ短いやつ。やっぱね短いやつが一番いいですね。私はね。いけ、もしかしたらみんなが昔流行ったあのファッション好きだったんだよなーっていうのがあったらまた流行るかもしれないですよ。次は何が流行るかしら。次は何が流行るかな。なんかちっちゃいリュック流行ったからまた大きいリュック流行ったりするんじゃない。なんかあのダボッと下げたさ、なんかすごいそんなお尻ぐらいの位置にリュックあるけどみたいなさところまでさ、ダルーンって下げたさリュック背負ってる人いるじゃん。ああいうの流行るんじゃない。またどうやろう。やっぱ今ギャルの人って言ったらさ、こう、まあ、制服とか着ててもなんかあのこれ肩掛けのバッグみたいな、その大きめなさちょっと綺麗めなやつとか、あとちっちゃいリュック軽って紙袋を持ってたりとか、紙袋とかこうサブバッグみたいなの持ってたりとかする人多いけど、この今度このデカめのバッグでそのお尻ぐらいまで下げたのが流行るかもしれんね。楽しみですね。楽しみですね。はい、じゃあちょっとそろそろお休みメールを送るためランキングを読みたいと思います。明日朝配信しますね。7時30分から。もし起きれんかったらほんまに土下座します。起きるけど頑張って起きます。頑張ります。こちらこそありがとう。こちらこそありがとう。じゃあランキング読みまーす。13位チャーハンティシックスありがとう。12時12位トモロクシさんありがとう。11位サスさんありがとう。10位アクくんイロハイシありがとう。流行りがガングロはちょっとさハードル高ない。STU ほんまにガングロさんはちょっと正反対ぐらいの位置におりそうやけどね。ザッキーさんありがとう。マサチマシーさんありがとう。7位カッチャーありがとう。6位シシありがとう。5位テータン今日も可愛いワイハちゃんとハッピーとコビ大ファンです。嬉しい最高。第4位ビッグアブさんありがとう。第3位モームさんありがとう。第2位ユウさんありがとう。第1位はマサタロウでした。ありがとうございまーす。ということで明日朝配信して参りたいと思います。アリサお疲れありがとう。皆さんもお疲れ様でした。今日も一日お疲れーション。また明日の配信でお会いしましょう。せーの、バイチャ。おやすみなさい。バイバーイ。